こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。星田です。勝美です。今回ですね、2024年の IT 業界トレンド10選です。なるほど、トレンド。今回これ投稿されるのが1月になると思いますので、今年のトレンドっていうのを今のうちから予想してアンテナ張っておきましょうという、そんな動画です。10個ありますんで、1個1分ぐらい説明させてもらってですね、今後のキャリア設計の参考にしていただければなというふうに思います。10個どれもマジでトレンドなんで、ちゃんと押さえておく必要があるかなというふうに思いました。早速じゃあ行っちゃいましょうか。まず2020年から行っちゃう。禁止ですか。いや、行きましょうか。それでは行っちゃう。2020年初行っちゃうでしたね。はい、行きましょう。まず1個目がですね、量子コンピューティングの発展ってですね、量子コンピューターってちょっと前からありましたけど、最近また IT エンジニアとの関わりっていうのが深くなったというふうに思います、うん、要はめちゃくちゃ難しい計算とかをしてくれるコンピューターですよね、うん、一見別にエンジニアになってそんなに変わらないんじゃないかというところもあると思うんですけど、例えば宇宙産業とかっていうのは相当緻密な計算がいりますし、うん、あとは AI にも使っていく可能性ももちろん全然あると思いますし、うん、そこら辺のですね、量子コンピューター関連の案件っていうのはさらに増えるというふうに思っております。エンジニアとの関連性でいうと、量子コンピューターのプログラムだったり、アルゴリズムだったり、セキュリティの問題とか、そのあたりの関連性というのは必ずしもあるのかなと思いますね、はい、量子コンピューターを使った開発とかもあると思いますし、うん、従来のコンピューターよりもめちゃくちゃ高速で難しい計算もしてくれますよみたいな、そんなのがやっぱあったりしますね。かつ量子コンピューターについて知見があるエンジニアってあんまいないじゃんみたいな、うん、まあ聞かないっすよね。そこさえ自分で知見を蓄えておけば、そういった案件にもう入れるみたいなところありますからね。こういうキーワードが出てきた案件だったらもう狙い目みたいな感じですかね。そうです。そういうのは積極的に自分から応募したりとか、応募できるのはやっぱフリーランスの特権なんで、フリーランスになってこういった案件に入っていくのはかなりいいと思いますね、はい。で、2個目がですね、人工知能 AI の進化っていうのがまた今年はさらに一気に来ると思います、はい、2023年は AI でしたもんね、年としては。はいですね。チャット GPT というね、もうホリエモンとかが言ってましたよ。94年にパソコンが生まれた、Windows が生まれた、インターネットが生まれたのとほぼ同等ぐらいの変革をもたらすみたいな、はい、チャット GPT によってそれぐらい人類との変革だったり、一気にこう生活が変わるっていう瞬間ではあると思うので、うんうん、そこら辺マストですね。人工知能 AI の知見っていうのは、自動化、データ分析、自然言語処理、画像認識とかいろいろありますけど、どれもこれも今は企業さんが AI を活用してどんどん AI の力を使ってますよというところですよね。今はプログラムがない企業ってほぼないじゃないですか、はい、今後はどの企業も AI を入れてくる時代が来ると思いますね。弊社でもね、 AI のエンジニアさんはそれこそ1年半前ぐらいに出演いただいたケンさんとかも出てくださっているので、うん、関連動画を見ていただけたらと思います。以前ハーバード大学出てる石川さんとか出てくれてますんで、今 AI 家にありますもんね。そうです、あ、ね、何かしらの AI は、うん、本当に生活に馴染んできてるんで、 AI についてはですね、そういった知見がない方がおかしくなってると思いますんで、うん、必ず知見っていうのは蓄えておくといいと思いますね。 AI エンジニア目指すだけじゃなくてってことですよね。興味持って学習できるものなんて今いっぱいありますしね。 YouTube でも無料でめっちゃ学べるんで、興味あってちょっとずつ学んでいくだけでもすごくプラスになる。副業とかにも使えると思うんですよね、うん、AI を使えるか使えないかだいぶ変わると思うんですよね、はい、この前プレゼン資料 AI で作れましたもん。ああ、そうですよね、はい、1分で結構本格的な資料を作れたんで、パワポでもう何時間見てるっていう、はい、そうですそうです、うん、本当に今後はもう YouTube とかも AI 二次元の人が出て、うん、で AI で言葉喋るだけでもチャンネルが生まれちゃうかもしれないですからね。あとはゲストで林さんという方がおっしゃってますけど、うん、G 検定っていうのを取った、あ、はい、あ、そうですね。もう今は結構取る方が増えてるっていう、うん、一般の IT IT 業界に接しない方でも AI のことについて学ぶことがすごいあったっておっしゃってたので、うん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 、そういうところもおすすめかもしれないですね、はい、そうですね。エンジニアとの関連性でいうと AI モデルの開発とかトレーニング、デプロイメントとか、あとは画像認識ですね。このあたりも AI に接しているので、そのあたりの関連性があると思っていただければというふうに思います、はい、全然余談ですけど、僕の知り合いの方がこの前の取引先に送る退職のメールをチャット GPT でお願いして1分で出来上がったと言ってました背景なんとかさ普通に文章作るより綺麗な文章できたって言って、はいはい、しかも何パターンか用意してくれるんで、やっぱ AI はすごいですね。次ですね、3つ目、エッジコンピューティングの普及ってありますね。説明をお願いします。じゃあ全然できないです。何すかこれ。エッジコンピューティングとはデータをリモートクラウドではなくてデバイスの近くで処理をする技術です。これにより遅延が減少し、リアルタイムの応答が可能になりますってことですね。知らない。これ内容聞いてもどういうことなんだ。この辺は分からない方はググってもらった方が多分早いと思いますんで、ね、うん、これがトレンドってことですね、はい、要はエッジデバイスの開発とか、はい、データの処理分析セキュリティの学法に関与しますよみたいなところがあったりします、うん、こういうね、僕らも分からないこともあるんですよ。でも、うん、こういうのって
大体ここから流行ってくることがやっぱ多いんですよね。なんでこの辺はですね、一応マークしてもらってちょっとググってもらうだけでもだいぶ変わると思います。一回そういうのググっておくと、こういうのってちょこちょこ街で見るんですよね、うん、本屋とか行くとあれ1コミュートあるじゃんみたいな、一、うん、回頭に入れることによって、そこから一回こうアンテナが広がるんで、また1コミュートっていう単語をより多く見ることが増えると思うんですよね。よくありますよね、そういうの。自分が買おうと思った車を街でいっぱい見るじゃないですか。何も分かるよ、あの車また走ってるわ、うん、あれも一緒ですもんね。一回頭に入れちゃうとめっちゃ見るみたいな、うんうん、走ってねえなって思うけど買いてえなと思った車ってめっちゃ乗ってる人多いんだってなるっていう現象ね、あるあるっすよね。っていうのがまず3つ目ですね。4つ目がですね、 5G の普及ですね、はい、これは去年ですかね、一昨年かな、普及されたのは。さらに 5G っていうところは使う企業とかも増えてくると思いますし、うん、ワールドカップ 5G 使ってましたもんね、前方向から見えるみたいな、はいはいはい、でそういうのは野球とかも今どっからでも見れますよみたいな、自分で画面切り替えて見れるところが増える、うん、こともあったりするので、審判目線とか、そうそう、さらにその辺は加速していくと思いますね。知ってる人も多いと思うんですけど、高速通信と遅延をしないっていうところを目的としているような感じですね、うん、で IoT デバイスとも関連しますよみたいな感じです、うん、でも本当に早くなったよね、うん、5G になって。 YouTube とかも、うん、そうだけど、動画とか昔ずっと回ってるってことがあったじゃないですか、うん、めっちゃありましたね。ないもんね 5G、はい、ちょっと止まって待ってからまた再生して止まってみたいな、ストリーミングもそうでしたもんね、うん、映画なんかもね5分10分ぐらいで見れますもんね、うん、もう大変かなっていう感じですね。もちろん IT エンジニアが 5G のネットワークの設計をしたり、そのあたりがやっぱ関わってきますね。動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。次5つ目ですね、クラウドコンピューティングの拡大っていうのがやっぱりありますね。これは皆さんが知ってるところのクラウドだと思います、うん、クラウドはさらに増えていくと思いますし、今やなかなか物理サーバーを置くとかよりクラウドサーバーで使う人も多いですし、何かとねクラウドかクラウドかっていうのはやっぱ増えてますよね。バンバン CM でもねやってますからね、キントーンとか、はい、やってますね。全部クラウド化しようみたいな。新規開発でクラウドを使わないっていうのはあんま考えにくいですからね、うん、理由があって使わない場合もあると思うんですけど、ね、基本的にはやっぱクラウド使いますもんね、はい、なんで IT エンジニアのこうクラウドベースのアプリだったりとか、アプリ開発の人もクラウドを使ったりするんで、クラウドの知識は必須ですね。次6つ目がですね、サイバーセキュリティですね。この何年かサイバー攻撃がすごく増えてますよね、はい、僕らも多分知らないところいっぱいあると思うんですけど、思った以上にやっぱサイバー攻撃って増えてると思います。そこの強化っていうのはもちろん不可欠ですし、 AI を使って強化していく場合もあるみたいですね。今年もって感じでしょ、そうですね、サイバーセキュリティは、はい、より一層加速するんじゃないかなってやっぱありますよね、はい、と IT エンジニアのセキュリティ対策っていうのは年々厳しくなってますし、うん、そこの特化ができる人が一人企業さんにはいないと危ないよねってなると思うんですよね、うん、なんで特化しちゃえばどの企業にもいけるというか、サイバーセキュリティコンサルとかも出てくると思いますし、そこら辺のね特化型でやっていくのもいいのかなと思いますね。もし俺が今からエンジニアに戻るとしたら、サーバーセキュリティのことがやりたいですね。以前挙げた動画の年収が高いエンジニアが持ってる資格で、サイバー系のセキュリティの資格があったはずなんですよね、うん、もしよろしければ見ていただけたらと思います。田口さんというエンジニアさんの方が弊社で在籍されておりますが、うん、脆弱性診断だったりというセキュリティ関係のお話をされてますので、関連動画出しておきますのでよかったら見てください。はい、お願いします。次7つ目ですね、はい、デジタルヘルスケアの成長ってことですね。何お、要はカルテを電子化したり健康モニタリング、デジタルヘルスケアっていうのが拡大してますよってことですね。これがまた2024年には再度加速するんじゃないかっていうふうに言われております、はい、これですね、これアップルウォッチとか、それもそうなんですか、うん、心拍数上がってると潤ってきたりとか、確かに前なんかありましたもんね、うん、事故かな病気かな、心拍数が上がって救急車呼んでみたいな、アップルウォッチが、はい、僕らの知り合いが仕事朝行けなくてで体調悪いって思ってたら、そっち反応してて病院行ってみたら、これ来なかったらやばいことになってたよっていう、そういう人の命を救うような機能も開発してますよみたいなところなので、うん、これマジな話ですよね、うん、もうびっくりしたよね。あとは遠く離れた両親がなんかあったら通知来るみたいな、うん、そういうのをやってる人は増えてきましたよね、うん、はい、あとは健康とかもですよね、健康的に危ない部分があったら反応するとか最近は増えてるんで、アンテナ張っておくとさらにご自身の幅が広がるんじゃないかなと思いますね、うん、言ってくれるようになったんですよね、今日筋トレやってないですよ、ちゃんとやりましょうみたいな煽ってくれたらちゃんとやるんですけどね、サボっちゃいますわ絶対サボるでしょ、うるせえわってて、はい、次行きましょうか、はい、ブロックチェーンですね。ここはトレンドっていうかずっとやっぱ入ってますけど、ブロックチェーンの技術っていうのはやっぱ使われてますよね、はい、うん、案件めっちゃ増えましたよね、増えましたね、ブロックチェーン技術を使ったなんちゃらかんちゃらみたいな。ブロックチェーンってここ何年もずっと名前出てますけど、まだこういないですもんね、精通というかやったことがあるみたいな、はい、うん、ブロックチェーンに関わってましたみたいな人本当に少なくて、少し関わったことがあるだけでも一個アドバンテージ取れるというか、うん、強みになりますからね。仮想通貨とかもあんま流行ってないですけど、ブロックチェーンの技術は他に生きてるんで、やっぱブロックチェーンはまだまだ学んでおいていいのかなと思いますね。ブロックチェーンのインフラ
フラ整えてる最中みたいなイメージですけどね。そうですね、どん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 これが広がっていって、うん、そこにサービス乗っていく世の中でしょうね、うん、っていう感じです。昔めっちゃ流行ってましたよね、マイニングとか。はい、何それ、はい、仮想通貨掘り起こす機会があるんですよ。仮想通貨系のビジネスの時はブロックチェーンエンジニアがいないから頓挫したみたいなのよく聞きました、うん、仮想通貨ってブロックチェーンって技術で不正がないようにしてるじゃないですか、うん、僕からハム君にコインが1枚移ったら誰が監視してるんじゃなくてみんなで監視してるみたいな感じなんですよ。何パターンで監視してるんですけど、それマイニングって言って誰かがそういうでっかい機械サーバーみたいなドカーンって置くとすごい出るんですけど、うん、それ監視をできる機会があるんですよ。それをすることによってお礼じゃないですけどコインが1枚もらえるんですよ。それで仮想通貨が流行った時にそういうマシンとか家にめちゃめちゃ置いて、うん、質もめっちゃ上がるんですけど、それでどん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 あのコインを発掘していって儲ける人はいっぱいいました当時、はい、マイナーいましたね。マイナーっていうのマイニングする人マイナー、はい、1個マンションドーン借りてとんでもないでかいマシン何個も何個も入れまくってやばっ、電気代がとんでもなくなるんです、うん、電気代と仮想通貨で掘り起こせるのどっちがいいかみたいなそこの塩梅で儲かるみたいなそんなのも流行ってましたね。あとね、今 NFT とかも完全ブロックチェーン、はい、そうですね、電子に権利をつけるみたいな、今後も流行ってくると思うんでね、その辺はマークしておいていいのかなというふうに思います。じゃあ9個目ですね、ロボットと自動化ですね。これはまさに RPA ですよね、はいはい、ロボット化していってみたいな。RPA って言うと何だろう、代表的なんです UiPath とかじゃないですか、うん、RPA ツールですね、うん、その RPA とかロボット的なものをこう入れてこう自動化してみたいなんですよね、うん、はい、プログラムコード書くんじゃなくてそういうロボティックス化していって自動化していこうみたいな、そんな感じですよね、うん、僕らもそんな詳しくないんであれなんですけど、なので DX ですね。そうですね、 DX 化は今後もめちゃ進化していくのはもう当たり前ですし、もうバンバン寝てますもんね。 CM でもティントーンとかの請求書とかあるじゃないですか、はいはい、あれもロボット化ですもんね、はい、今まで紙でやってたことをツールに落とし込んでいって企業さんが楽できるみたいな、はい、そういうツールもすごく流行ってるんで、セールスフォースやらキントーンやら結構いろんな企業さんが出してるんでね、その辺のロボット化に対する知見っていうのはある程度入れておいていいんじゃないかなと思いますね、うん、そっちの方向性にシフトするんじゃなくてそういう知見も入れておくと幅が広がりますよね。このトレンドっていうのは抑えておいて、まあ、そんなんが絶対ないんで一回こうググっておくくらいはしてもいいんじゃないかなと思います、うん、次ラストですね、環境への配慮と持続可能性ってやつですね。要は SDGs とか再生可能エネルギーとか、そういう話ですね。ちょっとこの辺は、ね、難しくなっちゃいますけど、ね、IT と関わりあるんですね、まあ、要は SDGs とかがどん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 また一般的になってくると必ずエンジニアの力がいるじゃないですか。その辺の関連性っていうのは生まれてくるんじゃないかと思いますね。関連性で言うとエネルギー効率の高いシステムの設計をしたりとか、環境に優しい技術を作ったり、再生可能エネルギーに関する開発をしたりとかいうところのトレンドっていうのはまた2024年は加速すると言われているんじゃないかなって感じですね、うん、今年の冬も暑かったですもんね。そうですね、地球温暖化で、うん、12月で22、3度みたいな。でも半袖は違うと思うよこんなから暑いからゴルフはしやすかったです ね、 そうすね、確かに半袖だったもんね。半袖半袖でした。こんな感じでトレンドっていうのは10個挙げさせていただきました。全部が全部マークする必要はないと思うんですけど、一回全部ググってみて興味があるものを追っていけるといいんじゃないかというふうに思います。他にもこんなのもトレンドな感じねみたいなのがあればコメント欄の方いただければと思いますし、グッドボタンの方もお忘れずにお願いいたします。あと2020年ということでこんなランキングの動画やってほしいとかもしあればそちらもコメントにいただけたらと思います、うん、今回動画の方で紹介した関連動画の方は概要欄の方に貼っておきますので、そちらもご覧いただければと思います、はい、あと概要欄の方の公式 LINE の追加の方もお忘れずにお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、公式 LINE 4つお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。弊社はですね、今一緒に働ける営業マンの募集も随時しております。フリーランスとして SES の営業をやりたい方、概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせの方もお待ちしております。はい、年齢はだいたい20代から30前半まで、特に必要スキルとかはないです。時期とかを相談で池袋に最初は出社する可能性が高いです、はい、お給料とか細かい部分は Zoom とかで軽く10分とか15分とかお話できればなというふうに思いますので、興味があったらぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい。